お客様にこう還元するという意味で年に1回イベントも御社主催でされてらっしゃるという伺ったんですが当社ではあの毎年秋、はい、まあ大体11月をめどに各地区、まあ、4カ所で社内の展示会を行っています。はいうん これの目的は商品の新しいものまたは新しい情報新しい技術まあそういったものを直にお客さんにお伝えしたいというのが一つなんですけどただそれだけではあのまあ堅苦しい展示会になりますんでご家族を連れてきていただいても楽しめるようなまあ軽食を出したりとかお子様に喜んでもらえるようなまあ商品家庭用でも使えるような商品まあそういったものも一部 出して見て触ってもらってます。これはこう何年ぐらい前からスタートされて、だい毎年何人ぐらい来場者数でいうといらっしゃるんでしょうか。はい、だいもう15年は経過します。毎年続けてこられて、はい、ちょっとずつですけど増えてきて、<ー>まあ近年であの4カ所全部合わせて1000人超きょ<ー>ぐらいのお客様が毎年来ていただけるようになりました。なるほど。 15年間続けてこられて改めてこういうイベントの意義ってどういうふうに社長としては当初はですねやはりあの社員によって、はいえー、お客さんの来るばらつきとかあったんですけど若手にもかかわらずその社員がそれぞれいろんな形のお客さんをばらつきなくこう来ていただけるような人の付き合い方ができて 来ているということが<ー>この展示会を通して、まあ一番のこの成果だと思っています。展示会を開くことによって、社員さんの成長にもつながっているということなんでしょうか。そうですね。うん、はい。社員さんもお客さんを守るし、会社としてもファン作りをバックアップしていくっていう,う両者の体制が整っているということなんですね。そうですね。 確かに会社,と会社のお付き合いですけど、はいうん、やっぱり現場では人と人とのお付き合いというのが一番あの絆として生まれますので、うん、まあそういったものがまた展示会というものにも表れてくるんじゃないかというふうに感じてます。うんなるほど 創業から100年も目前ということで、まあ、改めてこれからのビジョンについて伺ってよろしいでしょうか、はい。本当に85年前に酸素だけを、はい、販売するということが発展して今に至ってますけどこれまでは既存のお客様産業医療含めてやってきてその中でガスを中心としてさらに伸ばしていくことはあの変わりはないんですけど。 まあこういった状況の中でまあなかなか既存のマーケットでは広がりとしてはあまり望めないだろうという思いがあります成熟してきてる、ねはい成熟産業になってきてますし、まあ、企業の成長からするとまあ25年から30年で首都循環して成長があり成熟であり衰退があると。 いうななところでいくとこでく我々もう衰退の時期にに入っている車歴になります、うんえー、ただそれだけではあのなかなかあの企業としても、うんえー、面白くはないんで、えー、既存の,そのガスのマーケットにとらわれずに、うん、いろんな形でガスをガス体だけじゃなくて、うん、ガスの状態じゃない状態も作り出してより産業医療の分野に 新しいマーケットを作っていきたいという思いがあります、うん、今そのチャレンジの片りんというのは少しずつ見えてきているんでしょうかそうですね、あのまあ、宮崎県は工業分野も盛んにやっておりますが、はい、まあ特にやっぱり第一次産業が広がっていく地域というか県だと思っています。えー で逆に我々ガスの業界では第一産業に高圧ガスを使ってもらえるようなことはああままりありません、えー、現状はそんなにまだないんですね。唯というのはあるんですけど、えー、まあ実際に農業で農作物を育てる分野ですとか家畜等を育てる分野 またはあの魚を養殖する分野においてはガスという分野はあまり使われてないですよね、えー。なかなかこう使用されてるイメージわかないですよね。そうですね。はい、そういった分野にじゃあそのガスのものを使ってもらうようにするためにはどうすればいいのかということで、じゃガスをガス体のまま使用するのはなかなか難しいとすれば、うん、どうやったら使用しやすい状態にできるかということで。うん まあじゃあ液体にしてて使ってもらおうとただガスを液化すると極低温になりますねマイナス百何十度まあそれでは当然使えませんのでまあ水にガス体を溶かし込ませて水のガスの濃度を上げた状態で使ってもらえば用途が広がるんじゃないかということでまあ一つはあの養殖ですとかえ農業の分野ですとかそういったものに今 徐々に浸なるほどそれい新しい使い道というかう、ね、使い方っていうのをどんどんそこも開発していってらっしゃるとい、はい、はそれをまたどんどんこれから伸びそうな分野にチャレンジしていかれるっていうことなんでか、ねはいまあ、まずはあの結果的に農作物が育つのかとか、はいえー、結果的に魚が育ったのかとか。 いうのはその現場に行って実際に使っていただいたお客さんしかわかりませんので、えー、まあその方と一緒に効果を確かめながらやっていくという作業になりますので、まあ急激にはなかなか広がりにくいものですね、えー。そういう意味ではまだまだ伸びしろはあるし、可能性としては無限大に広がってるっていうことなんでしょうか。そうですね。これからがやっぱり広がっていく形のものの分野であると。 いう,ふうに考えてますなるほどそういう新しい時代の中で改めてこう日の出酸素という会社をどういうふうな会社に作っていきたいなというふうに考えていらっしゃいますか。はい、社会に,、うん、にとって必要とされる会社、うんうん、またはお客さんにとって必要とされる会社、はいまあ、そんな会社であり続けたいというふうに思ってますんで、うん、そういったことが一緒になって考えて行動できる会社づくり、まあ、そして いろんなことをやっていくときに、うん、これやっていいのかなとかこれ、何のためにやるんだろうっていうふうに考えるときがあると思うので、えー、何のためにをみんなが社員一人一人が考えられるような、うんあまあ、人づくりといいますかそういうことをやっていきたいですねなるほどいや今日は貴重なお話伺いましてありがとうございました、はい、ありがとうございました。